皆さん、こんにちは。ともキャットチャンネルです。今回も、ファイナルファンタジー2を、攻略していきたいと思います。ところで、今回、うちにテレビが入りました。置き方が雑だな。これでも頑張ったんです。こたつの後ろに置くの、結構大変だったんだから。それはともかく。前回は、フリオニールたちをかばって、ヨーゼフが壮絶な最後を遂げました。暴言め、姑息な罠を仕掛けやがって。フリオニールたちは、悲しむ間もなく、次の目的地を目指します。それでは、早速始めていきましょう。ヨーゼフの死を、娘のネリーに知らせないといけないわね。さすがに気が重いな。あ、ヨーゼフ。私がヨーゼフの代わりにネリーを守ります。きっとあの人も喜んでくれるでしょう。ネリーのこと、くれぐれもお願いします。お父さんは、もう帰ってこないのね。ネリー。かける言葉が見つからないわね。さあ、王女様に報告に行かないと。そうだな。アルテアに帰還しまして。王女様にご報告。そのベルト引き換えにヨーゼフは、それがあればカシオン城に入れますね。事態は一刻を争います。帰りはシドの飛空船で迎えに行きます。王女様、ドライだな。いえ、悲しみに耐えているのよ。そうか。そうだな。じゃあ、カシュオン城に向けて出発よ。おう。カシュオンはどこにあるんだ？バフスクの南にあります。少し遠いので。飛空船で行きましょうか。おう、ほんとか？大丈夫か？急に金遣い荒くなってないか？今の私たちなら、これぐらいの贅沢は許されて叱るべきでしょう。そうか。初の飛空船か。ちょっとワクワクするな。じゃあ、カシュオンまでお願いね。お金持ちっぽい。へっへ、毎度あり。外の飛行場に飛空船が用意してあるから、それに乗ってくれ。お、用意してある。じゃあ、出発。お、はい。歩きの4倍のスピードだからね。もう着いたんだ。へえ、ここがカシュオンか。じゃあ、中に入りましょう。これが太陽の炎ね。玄関ホールに無造作に置いてあるんだな。これが、封印した扉かしら？女神のベルを使ってみるぞ。扉が開いたみたいだぞ。よし、行きましょう。誰かいるな。太陽の炎を取ってこれるのは私だけだと思い、ここへ帰ってきたんだ。エギルの松明を探しに行こうとしたんだが、なぜか中にはモンスターが住み着いていて、一人では進めず、かといって手ぶらでも戻れず、ここで途方に暮れていたんだ。城のことには詳しいんでしょう？この城は謎だらけで、私にもよくわからないんだ。案内はできないが、私を仲間に加えてくれないか？あ、強引に仲間に入ってきた。しょうがない。こんなんでも一応王子だし、ゴードンよは、本当にヘッポコだな。ここで加わるキャラの HP じゃないでしょ。そもそもやってることがトンチンカンなんだよな。あなたがいれば、雪原組んだりまで行かなくて済んだのに。そうだよ、ソースやヨーゼフだって死ななかったかもしれないのに。はぁ、どうする？このまま探索を続行するか？とりあえず高列に下げておきましょう。ソースや、すぐに死ぬこともないでしょ。とんだお荷物を背負わされたよ。じゃあ、行きましょうか。なんか、どっと疲れが、言わないで。さすがに高列でやりはないか。どうする？一旦戻るか。そうね。やっぱり、一旦戻りましょう。それで、ゴードンを鍛え直して、装備も整えて、改めて探索しましょう。やっぱ、その方がいいよな。あ、そういえば、帰りは徒歩なんだっけ？それがそうでもなくてですね。お、何もないところに、なんかあるのか？ここには、チョコボがいます。おう、チョコボの森だったのか。後に、スクエアの看板マスコットとなる、チョコボの初登場です。2が初だったんだ。よし、チョコボ見いっけ。捕まえられてないぞ。一応、これで捕まえたことになってるんです。わかりにくいな。外に出てみましょう。お、いるな。
おなじみの音楽。チョコボに乗っている間は敵が出てきません。また、一度降りると、すぐに森に帰ってしまうので、何回も乗ったり降りたりと、便利に使うことはできません。ところで、これは白チョコボなのかな？一応、設定では黄色ってことになってるみたいよ。白いけど。へぇ。敵が出てこないので、これを利用して、一気に終盤の街まで行くこともできます。帰りは自力になりますが、今回はやらないんだな。まあ、必要ないでしょう。ポクトで降りておきます。あ、帰っちゃった。アルテアまでは行けないのか？行けますが、船をパルムに戻しておかないと、次に利用するとき困るんです。あ、そっか。船は一艘しかないんだっけ。アルテアに戻りまして。ゴードンの装備はロングボウと、銀の胸当てにします。コテは重くなるので外しておきましょう。そういや、他のメンバーも未だに銀の胸当てだよな。ミスリルアーマーとかにしなくていいのか？ミスリルアーマーは、防御力10で重さは14。銀の胸当ては防御力10で重さが5と、かなり優秀なんです。ほうほう。兜とコテを装備してカッチカチにした方が、回避率が低くても防御力が上がって良い。とする意見もあると思いますが、今回は回避率重視でいきます。検証してないから、どっちがいいとは言えないんだぜ。で、再び歌手音上です。ゴードンは鍛えたのか？とりあえず、HP は簡単にやられない程度には上げたわ。お、マリアと同じくらいにはなってるな。とりあえず、後ろから当たらない弓でも撃っといてもらうわ。とことん期待されてないよな。さっき探索を中断した、1階外周部の、左下の階段から2階へ。ところで、エギルの松明を探せばいいのか？そうです。太陽の炎を運べる特別な松明です。2階から新たな敵が出てきますが、あまり強くはないです。さっきと片付けてしまいましょう。宝箱を回収しつつ、階段から3階へ。途中、アンデッドを処理しつつ、宝箱からモンスターが出てきますが、まあ、大したことはなく、オーガにも出くわしますが、ちょっと強そうじゃね？見た目ほど大した敵でもなく、さっと処理。右上の階段から4階へ。途中、お宝部屋があるので、根こそぎ回収。オーガメイジは魔法を使ってくるので、この中では厄介な敵。なんですが、先制攻撃であっさり撃破。オーガメイジは魔法の本を落とすことがあるので、美味しい敵です。階段から5階へ。中央の宝箱を取ると、ここで出てくるマインは、自爆する敵です。ファイアやサンダーが弱点なので、有効に使いましょう。倒せてないぞ。HP が割と高いので、レベル1だと削りきれないみたいです。いって。あ、危なかったわ。ゴードンを鍛えておいてよかったな。右上にお宝部屋があります。中身はしょぼいな。ここは寄らなくていいかもね。左下の階段から4階へ降ります。うん、なんだこれ？あ、そいつ敵だから注意して。レッドソウルは、防御力が高く、魔法も無属性以外吸収してしまう、厄介なモンスターです。対処方法は？ただひたすら物理で殴るのがいいでしょう。なんかもうちょっと、こう、さあ？そうは言っても、初見じゃこれがなかなかできないのよ。回
回復させちゃってるじゃないか。殴ってもダメージが通りにくいと、どうしても魔法でなんとかしようとしちゃうもんなのよ。レッドソウルは、全体攻撃魔法を連発してきます。まずいじゃないか。でも、MP が少ないので、そんなに長くは持たないんです。でも、こちらが魔法を使って回復させちゃってるので、ダメじゃん。ここでやっと、古代の剣を思い出したみたいです。こっからでも立て直せるか？呪いが発動してくれない。あ、ミスリルソードに持ち替えちゃった。回避率が高いせいか、なかなか呪いが発動してくれないのよ。なので、諦めました。こんなんで勝てるのか？今回は苦戦してますが、こちらが魔法を使わずに、直接攻撃に徹していれば、そんなに苦戦しないと思います。やっと MP 切れになったみたいね。あとは地道に殴るだけ。絵面が地味なのでカット。やったー。大苦戦だったな。よし、エギルの松明を手に入れたわよ。一回ロビーに戻ろう。ここで、エギルの松明を使えば。これがあれば、大戦艦を爆破できるんだな。そのはずよ。そういや、帰りは飛空船を迎えに横須とか言ってなかったっけ。帰りの足があると楽よね。なんで大戦艦に追われてたの、シドの飛空船だよな。大口叩いた割に、やられちゃってんじゃないのよ。しょうがない。今回もチョコボに頑張ってもらおう。ということで、チョコボでアルテアを目指します。例によって、ボフトでチョコボを売りまして。大変よ。ヒルダ王女が飛空船と共に帝国に捕まってしまったんですって。早くアルテアに戻ってください。王女様、何やってんの？なんで飛空船なんかに乗ったんだ？もう、王子といい、王女といい、次から次へと問題を起こさないでよ。早くアルテアに戻ろう。アジトに着いたわ。私が止めるのを振り切って、王女は飛空船に乗ったのです。まさか帝国に捕まるとは。フィンの遥か北の方に、帝国の補給基地があるらしいぞ。大戦艦は今頃そこにおるじゃろう。フィンの北ね。王女は大戦艦の中に捕らえられているらしいのだ。頼む。助け出してくれ。王女はシドの飛空船で、カシオ音城にあなた方を迎えに行ったのです。王女はいつもお前たちばかりを辛い任務に送り出していることをすまないと思い、せめてカシオ音で出迎えようと、シドの飛空船に乗り込んだのだ。頼む、娘を救い出してくれ。王女といい、ゴードンといい、やる気が空回っちゃってんのよ。偉い人が思いつきで行動すると、下の者が振り回されんだよな。しょうがない、助けに行ってやりますか。大戦艦を爆破するついでに、ささっと助け出してやるか。ちょちょいのちょいっとね。はい、というところで、今回はここまでです。王女が帝国に捕まってしまいました。まあ、王女様は敵に捕まるものと、相場は決まっているからな。そういえば、そうだったわね。次回は王女を助け出すため、大戦艦に忍び込みます。次回も見てくれよな。それじゃあ、ま、